さんこんばんは。本日の試合はベルギー対ブラジル、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。ベルギー対ブラジル、このゲームはなんとあのロマーリオが出場しています。彼はまさにシュート来た、先制ブラジル。前半立ち上がり早くも先制ゴールが決まりました。ブラジル、いやいきなりですよ。いや見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。いや綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手を分かっていたとしても、今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。さあベルギー、この立ち上がりに失点と、北澤さんいかがご覧になりますか。まあ相手のパフォーマンスが良かったのもありますけどもね、やはり入りが良くないと後に影響しますよね。この立ち上がりは主導権を握るための特に大事な時間帯なので、集中しなければいけないですよね。サイドのスペースへ走らせる、緩く狙ったボール、ブラジルこれは奪い返します。ベルギーがここに来てまだ監督との契約の更新がない状態です。期限が迫っているんですが、抜けた勝負のシーン、同点ベルギー。いや動きのあるゲーム展開ですよね。またすぐに追いつきましたからね。まさにタイミングでの勝利ですね。北澤さん、ギリギリの飛び出し見事でしたね。そうですね、本当に際どいところを狙ってのスルーパス、オフサイドかなっていうところへのボールっていうのはね、やっぱり決定的なシーンにつながりますよね。なるほど、ベルギーここで追いつきました。よく取り返しましたね。このままいけば流れ変わりますね。シュート、どうこの距離から狙う、これは素晴らしい反応でした。いやこれぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。前を向けるか、ボールの奪い合い激しいものがあります。フリーで受ける、ブラジルは先ほどから比較的狭いスペースでのパス回しが目立ちますね。そうですね、常にトライアングルを意識してボールの受け渡しをしてますよね。狭いシュート、勝ち越しベルギー。ひっくり返します。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね。今のはさあベルギー、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。いやこうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。ふわっと裏を狙う、ブラジルはスルーパスを積極的に狙ってくる傾向があるというデータがあります。こういったチームにはどう対処すればいいんでしょうか。そうですね、背後のスペースのケアが大事になってますよね。かといってあまり引きすぎるとディフェンスラインと中盤とそことの間隔が空いて守備がコンパクトでなくなってしまいますからね。パスが出る瞬間までは高い位置をキープして、データと同時に一気に下がる、そういった守り方が有効になってますよね。中途鉄壁、ベルギー危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。バルセロからディマリア、シュート来たブラジル。いやまたすぐ追いつきましたね。今日は動きのある展開になってますよね。いやドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。そうですね、このクラスの選手になるとボールをもらう位置や動き出しのタイミングなんかはもう染みついてるんでしょうね。これはワールドクラスのゴールですよね。ロマーリオ、今日2点目のゴールです。さあ勝敗の行方、次のゴールが大きく占う。シュート来た、勝ち越しベルギー。ベルギー勝ち越し
越しのゴール決めています。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングも良かったですよね。さあベルギー勝利に向けて一本抜け出しました。スルーパスを出す、ね、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。さあどうする、縦にボールをつなぎます。取らないですね。ベベット、ベベットからロマーリ、ブラジルはここでファールがありました。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。ボアテング、今のファールでイエローカードをもらっています。さあ狙える距離です。ちょっと怖いですけどね。直接狙った、フリーキック止めます。ナイスセーブ、いい反応を見せましたよね、キーパー。そうですね、キックも悪くなかったと思いますけども、ここはキーパーの方が一枚上手でしたね。はい、前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。いや北澤さん、お互いに点を取り合うという前半から息のつかせない展開となりましたね。いや素晴らしい前半でしたね。お互いに特徴を出し合った前半だと思いますね。ベルギーとしては今のところリードしてますけど、点も入れられてますから、まだまだ油断は禁物ですよ。ベルギーが前半で3対2、1点リードで後半です。後半ゲームはスタートしています。カフー、おっとダニエル・アウベス、いきます。カフからのフィードボール、これはつながりません。縦へのボール、カウンターを仕掛けていきます。わあ、道ができましたよ。抜けた、追加点、ベルギー追加点決めます。これで2点差。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さん、どうご覧になりますか。おそらく相手も警戒していたんでしょうけどもね、ここぞというタイミングですからね、それを決めきるところがまた素晴らしいですよね。ロマーリオ、今日2点目です。さあベルギー、勝利へと導く1点となるのでしょうか。ベルギーとしてはまあプラン通りといったところでしょうかね。今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね。自分で行く、前が来ましたよ。ドリブルで切り込んでいき、シュートを打ったんですが、これは決まりませんでした。まあ彼にボールを持たれてしまったらシュートまで行かれてしまいますよね。そうですね、多少のリスクは覚悟して人数かけていった方がいいと思うんですけどもね、なるほど。ブラジル、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。ここでファウルがありました。セスグからのスルーパスは通りませんでした。緩いボール、これ仕掛けるか、抜けてくる、少し出ましたね。シュート、こぼれたところを押し込む、ベルギー追加点、これで点差は3点です。ロマーリオ、キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。これ落ち着いてましたね。結構とっさに吹かす選手が多いんですけどもね、しっかりと次のプレーの予測ができていることなんじゃないでしょうかね。素晴らしいゴールですよね。シュート、打っていったな。ブラジルは今のようなショートカウンターから仕掛けるパターンが多いんですよね。そうですね、とにかく相手のハイプレスを抑えなければいけないので、対策としては本当長いボールを相手のスペースに入れていくことが効果的だと思うんですよね。
あとは一人一人のボール回しは丁寧に心がけないと、一瞬のミスで奪われて失点してしまいますからね。今日は特に気をつけなければいけませんよね。サードシュート、これはもったいない場面でした。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。抜けてくる、来た、来た、シュート、サイドのスペースを使います。いいボールだ。セスクからマルセロ、スペースへ出す。ブラジルとしては先ほどから守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、うん、背後のスペースを意識してるんでしょうね。シュートー、中央フリーでした。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。長いボール縦へ、さあここでカウンター、抜けてくる、おーっと抜けてきましたね。コース空いた、シュート、止めた、ルーズボールになる。さあハット、どうだこのシュート、決めた、ブラジル、ブラジルあと2点というところまで来ました。ディフェンダー間に見出したゴールへの軌道、正確に乗せてきました。いや、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。さあブラジル、流れを変える1点となるんでしょうか。主審流します。カフー、右サイド上がっていく、ディマリア、このボールはつながりません。ビエラ、ベルギー、もう無理にはいきません。ボール入りましたよ。ベベットに渡る、仕掛けるタイミングを図る、上がる、頭、ブラジル完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、このボールはカットされます。裏へ届くか、カフー、クライフ、ここで笛です。5対3、ベルギー大逆転。さて北澤さん、最終的には逆転勝利ということになりましたが、いかがでしたか。強さ本当にこう見せてくれましたね。なるほど。ベルギーとしてはどんな状況